松平義立は、江戸時代後期の大名。美濃国高須藩十代藩主。通称は、藩次郎。下には、十四人下、自重、家門等、摂津神、左少将。自身に特筆すべき知識は少ないが、息子は高須四兄弟を筆頭に多くが幕末期に活躍した。完成十一年十二月十三日、松平義一の次男として、 江戸の三戸藩小石川邸で出生した。父、義和は当時三戸徳川家の部屋住み身分であったが、文化元年に高須松平家に末期養子として入り、高須藩を相続した。兄、義室が創生したため、文化十年四月二十三日、父の着手となる。文化十二年四月二十八日、十一代将軍、徳川家なりにおまみする。 文化十三年十二月十六日、十四位下自重、家門頭に助任される。文青年中に、摂津神に改める。父の死去により、天保三年三月六日に家徳を相続する。同年十二月二十八日、左少将に任官される。家営三年十月十六日、隠居し、伊豆の義費に家徳を譲った。文久二年八月二十日、 64歳で死去した。高須4兄弟左から定明、片森、茂る坂吉勝松平吉立の子供のうち以下の4人を高須、4兄弟と呼ぶことがある。現在の徳川宗家は、片森の男系子孫である。ありがとうございます。